何して？うわ！なんで二人揃って脱ぎ始めてんの？ちょい解けないんだけど！これどうすんだよ！マーシャ、こっちはとっくに終わったけど。ふぅ。ふぅ。ちょっと離れて。もし無反応だったら。あなたってユキさんと付き合ってるの？なわけない。ありゃ聞いてるか？聞いてるわ。ちょっとパフェに気を取られただけ。別に育児なしって言っただけよ。さすがに育児なしとまで言われちゃ。おい、あ、どこ触ってんのよ。お、可愛らしいじゃん。大人っぽいのもいいな。気持ちいい。ちょっと大胆すぎるかしら。これはどう？私なんでソファーに。ぎゅー。もう日本ではお姉ちゃんって呼んでって言ってるのに。え？これあまりよくわからないわね。そうか。イカップマジでカッコついてってことは、もしかしてそれ以上って可能性もあるのか。さんはクゼ君のこと愛していますよ。この世の誰よりも、お母様よりも、お父様よりも、私はマサチカ君のこと。アリサさんはマサチカ君のことをどう思ってらっしゃるのですか？クゼ君は友達よ。好きなんですか？え？私は愛していると申し上げたのです。わからないけど、クセ君のことは渡さないから。あんなにうるさかったのに寝てる？ああ、始業式で挨拶してた転校生。アリサ・ミハイロブナ・クジョーよ。よろしく。おう、俺はクゼ・マサチカ。さっきの気づかったね。え？クジョーさんまだ帰らないの？ええ、もう少しやっていくから。そう。やっぱりまだ残ってたか。九条さんも今日は帰りなよ。衣装作りに関しては手芸部に協力してもらうよう話をつけた。え？家のイベントならモチベ下がってる奴らもやる気になるだろ。手芸部の女子に頼りがいがあるところを見せるチャンスだって言えば男子は喜んで引き受けるだろう。ありがとうね、クセ君。一人でやろうとしていたらこんな気持ちで学園祭を過ごすことはできなかったと思うから。何か希望はある？俺ね、いらないとかいう答えはなしよ。そうか、なら詫びと礼代わりにアーリア呼びする権利をもらおうか。一人だけ愛称呼びする男としてエースにいる。バッカじゃないの。ありがとうございます。よしよし、頑張ってる頑張ってる。男の子だものね。えらいえらい。あ、エータ一緒にほら早く。これくらいロシアじゃ普通よ。あ、普通に嘘だわこれ。ほら、あー、うん、ついにその一言を。好き？好きって、え？クセ君を？違う！ない！そんなことあるわけない！
きましては、予算の話などもありますので、会計のアリサさんにもご一緒いただきたいのですが。わかったわ。会長、少し行ってきます。戻りました。いや、なんか近くない？若い女性が角の席に座るのは縁起が悪いのよ。そうなの？修羅場？修羅場なの？アリャちゃん、もしかして結婚したい相手が見つかったのかしら？そうもし、一緒おらな。ロシアでは間接キスが横行してるのかな？やつちゃわらタクトイクドヤチビアドラーク。どういった挨拶をすればいいのかしら？さしとイメンな。バフバリミニア一緒。食べてみる？ああ、ありゃ。よかったら、ちょっと寄っていかないか。まあ、いいわよ。エタニスフィダーニエと？ゲッヘッヘ。やっちまえよ、兄貴。ダメよ。アリャちゃんにそんなことしちゃ。ねよっ。許せ、アリャ。では皆様、紹介させていただきます。皆様はじめまして、私一年 C 組の君氏、どうぞよろしくお願いいたします。マサチカ様、同じ書務としてよろしくお願いいたします。よければ私たちもご一緒させていただいても？ニャット、なめえことはよんはらしょ。ガモンかな、かわいいこと言うじゃね。木から延々回答回答。問題をいくら考えても時間の無駄だろう。マサチカ君はいつもこんな感じです。黙ってこの手を取れ、アリア。やっちびありぶりよ。マサチカ、パートに前出所だ。今他の女のこと考えて、告白イベントでラブコメ主人公がやっちゃいけないことランキング第2位じゃね。これからは俺が支えるとか言った父さんのことを考えたと、うん、マジで痛い。受け入れなさい。ナイスウィンター。変えるか。そうね、血が上がってしまったな。さっき倒れた時に頭でも打った。よさして。ほっぺた大丈夫？何か冷やすものいる？いや別にいいよ。そうん？え、クキスって頬を合わせる時の。それじゃまた明日。ありゃあ、ロシア語で答え合わせしてってくれー。